今日未明、能登半島を震源とする地震が発生し輪島市で震度5強を観測しました2007年に発生した能登半島地震から13年再び能登を襲った揺れはどんな爪痕を残したのか取材しました今日午前2時18分ごろ石川県能登地方を震源とするマグニチュード5.5の地震が発生しました津波はありませんでした 輪島市で震度5強穴水町で震度5弱を観測したほか七尾市能登町志賀町で震度4を観測しました県などによりますと石川県内でけが人は確認されていませんが富山市では落下物が頭に当たった60代の男性が軽いけがをしましたこちらのパチンコ店の駐車場なんですが、えー、上の看板が落ちてきて 砕け散ったのでしょうかかなり広範囲にわたって破片が散乱していますパチンコ店では大きな揺れで看板が落ちました未明の地震発生だったためけが人はいませんでした崖が崩れていて車道を大きく塞いでいます和島市三井町の県道では 高さ1.5メートル、幅4メートルにわたって崖が崩れました。地震により地盤が緩くなっていることが予想され、今後の余震に警戒が必要です。えっとガラス製品も棚に当たってしまったらしく割れてしまっています。えっ、ー、とですねここもですね鏡が倒れて。 棚の上に飾ってあったも落ちちゃってますね住宅では棚から物が落ちて床に散乱しました和島市スーパーではこのように棚から物が落ちて散乱していますえそして従業員の方が普段よりも早く出社して片付けに当たっています和島市門前町のスーパーサンフラワーマリヤマ門前店 アルルコール類の瓶が割れて中身が流れ出している場所もこの店では2007年の能登半島地震の教訓から非常時には従業員が普段より早く出社するように申し合わせていました開店2時間半前に従業員が集まり後片付けをして通常通り午前9時半に開店することができました もう13年前のことも思い出したし、今度、ね、集会場にみんな集まるようになったら、コロナウイルスどうするかな、どうなるかなと、本当に思いましたね前の震災時もそうだったんですけど、まあ、一丸になってすぐ店を復旧できたで、当日復旧できましたんでね、えーまああの、みんな心得てると思います今回の地震を輪島市民はどう受け止めたのか、朝市通りで聞きました。

小木なんかは壊れたり、そこら中、帰るちょっと飛んだちょっとだけ飛、飛、うん、うん、でも前ほどではないな、はい、一方、県内には避難所が輪島市に3か所、穴水町に4か所開設され、合わせて5人が避難しました小さい揺れがあったあと、自分の感覚的には、こう、揺すられる感じですね。 コロナ騒ぎと地震のことね、東北の地震とかもちょっと忘れがちであったんですけど、やっぱりこうやって身をもって揺れると、あの以前のやっぱり大きな地震を思い出しますね、はい、揺れの強かった地域では、地震発生から1週間程度、最大震度5強程度の地震に注意してください。 気象庁は記者会見で、過去の事例では大地震が発生した後に同じ程度の地震が発生した割合は1割から2割あるとして、今後の揺れに注意するよう呼びかけました。また、揺れの大きかった地域では落石や崖崩れなどの危険性が高まっていることから、降雨の状況にも注意が必要としました。 先ほどお伝えしました和島市での崖崩れのニュースで和島市三井町の県道では高さ2メートル幅4メートルにわたって崖が崩れましたスーパーの表記が一部間違っていました訂正します失礼しましたスーパーの表記が正しくて、えー、原稿が一部間違っていた高さ2メートルが高さ2メートルがはい正しいです失礼いたしました失礼しました ここでで中継です。13年前の能登半島地震で建物が壊れ今も再建が進められている輪島市の総地寺疎院に吉中記者がいます吉中さん伝えてください訪れた人を出迎える壮大な山門は能登半島地震で土台が地盤浸化しました総地寺疎院は輪島市の中でも門前地区にあり地元の人たちに親しまれています あちらに工事現場が見えると思いますが、今回の地震によるものではありません。能登半島地震からの再建が今も進められているんです。関係者によりますと、8割以上は終わっていて、来年3月の完成を目指す最中での震度5強でした。付近で取材をしていると、地元の人たちから、総事事総員は大丈夫だったのかと、逆に私たちが質問を受けることもあり、 再建への関心の高さが伺います関係者によりますと今日の地震があってすぐ確認したところ新たな建物への被害はなかったということで本当に安心しましたと話していました能登半島地震の際は私もこの場所で変わり果てた姿の総事寺素員を取材した経験があります長い時間をかけて進められてきた再建というプロジェクトが台無しにならずに済んで 本当に良かったと思います。